シルバーハウジングでかかる費用と提供されるサービスについて解説していきます。シルバーハウジングは高齢者や障害者を対象とした公営住宅の一種です。高齢者や障害者が安心して生活できるように安否確認や生活相談、緊急通報システムなども兼ね備えています。ではシルバーハウジングに入居する際はどのくらい費用が必要なのでしょうか。ここでは費用感について詳しく見ていきましょう。シルバーハウジングでは初期費用として敷金が必要です。おおむね家賃の2ヶ月から3ヶ月分を支払う場合が多く、礼金や更新料は必要のないケースが大半です。月額費用は毎月の賃料や管理費、食費、日用品代が必要です。賃料は立地条件などで変化しますが、入居する方の収入に応じて月額1万円から10万円程度減免されます。ではシルバーハウジングはどのようなサービスを提供しているのでしょうか。詳しく見ていきましょう。シルバーハウジングでは生活援助員が市区町村の委託により派遣されます。提供されるサービスは安否確認、生活相談、緊急時の対応、一時的な家事援助などが挙げられ、介護サービスの提供はありません。シルバーハウジングで提供されているのはあくまで簡単な生活支援であり、介護や医療が必要な場合、外部の介護事業所と契約する必要があります。よって基本的には自立して生活できる方の住まいと言えるでしょう。シルバーハウジングは有料老人ホームなどと比較すると安価で入居できる高齢者向けの住宅です。ただし誰でも入居できるわけではないため、入居を検討する際は事前の確認が必須と言えます。